グティ。グティこと、ホセマリア・グティエルス・エルナンデス、ジョゼマリア・グティエルス・ハーナンデス。1976年10月31日体は、スペイン・マドリード州、トレホンで、アルドス出身の元サッカー種、現サッカー指導者。現役時代は、スペイン代表でポジションはミッドフィールダーだが、2000から1.2001から02シーズンは、チーム事情により、フォワードとしてプレーした。 グラウンダーの高速スルーパスを多用したゲームメイクが得意で創造性にあふれるパスは見ている人間を楽しませたまたフリーキックやシュートも正確であるカンテラ時代はトップ下で毎シーズン30得点前後を記録していた1984年にレアルマドリードの下部組織カンテラに入団した金髪をなびかせた風貌や優雅なプレイスタイルが ベルント・シュスターに似ていたことから、小さい頃は、リトル・シュスターというあだ名があった。後に、そのシュスターとは2007から2008シーズンに1、シーズンではあったが選手と監督の関係になった。レアル・マドリードに入団した頃はストライカーだったが、後に、ミッドフィールダーに転向し、1995年、ホルヘ・バルダーの監督が率いるトップチームに初めて招集され、 12月2日のセビージャ FC 戦でトップチームデビューした。1995から96シーズンは9試合に出場して1得点を決めた。1996から97シーズンは17試合に出場し、リーガエスパニョーラのタイトルを獲得した。1997から98シーズンにはスーペルコパデエスパーニャ UEFA チャンピオンズリーグのトロフィーを掲げた。 1998から99シーズンにはトヨタカップで優勝し、シーズン途中には MF 星子や MF ファンカルロスバレロンダと共に UEFAU-21 欧州選手権で優勝した。この大会では背番号14をつけており、これ以来ラッキーナンバーとしてクラブでもこの背番号をつけた。1999年5月5日、クロアチア代表戦で スペイン代表デビューした。同年6月22日に、スペインのテレビ司会者、アランチャでベニートと結婚、カズオカズメを授かるも、2009年に離婚している。1999から2000シーズンは、クラレンス・製ドルフにポジションを奪われ、倒れた相手を蹴って、退場になったこともあったが、ビセンテデルボスケ監督に信頼されて、中盤の軸になった。 試合中に感情をあらわにする欠点があり、2010年までにリーグ戦だけで8度の退場処分を受けている。同シーズンには再び UEFA チャンピオンズリーグのタイトルを獲得し、自身はリーグ戦28試合に出場して6得点を決めた。2000から01シーズンは FW、フェルナンド・モリエンテスが怪我で長期離脱したため、シーズンの大半の試合で、 フォワードとして出場し、キャリアハイの得点数、14得点を記録した。27度目のリーグタイトルを獲得し、スーペルコッパデ・エスパーニャでも優勝した。人口約5万人の小都市に、本拠地を置く、ビジャレアル CF とのアウェー戦では彼らのファンに対して、田舎者と言い放って、中指を突き立て、スペイン国内すべての新聞で報じられる問題を、引き起こし、2002年に、 FW ロナウドが加入すると、FW でプレイしていたグティはポジションを奪われた。しかし、ボランチでプレイしていたイヴァンエルゲラが c b へコンバートされ、守備的 MF クロードマケレでのパートナーが定まっていなかったことで、デルボスケ監督はグティをセンターハーフに抜擢した。このコンバートが大成功し、グティは新たなポジションを獲得。再び中盤でプレイするようになり、 二度目の UEFA チャンピオンズリーグ UEFA スーパーカップインターコンチネンタルカップのタイトルを獲得した。2004から05シーズンは過去7シーズンで初めてリーグ戦ノーゴールに終わり、このシーズンの彼のゴールは2005年2月にスペイン代表のサンマリノ戦で上げた一点だけだった。2005から06シーズンは公式戦を通じて43試合に出場し、 リーグ戦で4ゴール、欧州カップ戦で2ゴールを挙げた。2006年夏、AC ミランから MF、カカを引き抜くことを公約に掲げたらモンカルテロンが、クラブの新会長に当選したため、カカとポジションが重なるグティの将来に暗雲が漂った。彼は、ローカルライバルのアトレティコマドリードに移籍することも、検討したが、結局移籍することはなく、カカも AC ミランに残留した。 2006フィ f ファワールドカップをもってジネディーヌ時代が現役引退したため2006から07シーズンは司令塔のポジションに定着しチームで唯一違いが生み出せる選手と評価された多くのゴールをアシストし30回目のリーグ優勝に貢献した後に過去の優勝の中でこのシーズンのリーグ優勝が一番嬉しかったとインタビューで語っている 2008年2月10日のレアルバリアドリード戦では2得点、3アシストの大活躍で7から0の対象に貢献し、マン・オブ・ザ・マッチに輝いた。2007から08シーズンはリーグ優勝を果たし、自身はアシストランキングでトップに立った。9月14日の CD ヌマンシア戦では、クラブの通算5000得点目を決めた。2009年夏、 監督がマヌエル・ペレグリーニに交代し、AC ・ミランからカカが加入したため、出場機会は減少した。各下相手に0から4の敗戦を喫したコパデルレイの AD ・アルコルコン戦では、ハーフタイムに屈辱的な途中交代をさせられ、試合後には首脳陣を批判するコメントを残したため、それからしばらくの間召集メンバーから外された。 AD アルコルコン戦後には8年前同様に相手ファンに中指を突き立てて議論をかした。カカが負傷によりチームを離脱すると再びレギュラーとして出場した。レアルマドリードとの契約を1年残していたが2010年7月25日、株組織時代も含めると25年間在籍したレアルマドリードからの対談を発表した。 2010年7月26日、レアルマドリードで2007から08シーズンに指定関係にあったベルントシュスター監督が率いるトルコスユペルリグのベシクタシュ JK と2年契約を交わした。背番号は、レアルマドリード時代と同じ14番が用意された。2011年11月に契約を解除し、対団した。ベシクタシュ JK を対談した後、2012年まで、 無所属の期間が続き、2012年7月に現役引退を発表した。2013年、レアルマドリードの U-12 チームのコーチに就任することをマルカが伝えた。2016年1月、カスティージャを率いていたジネリーヌ時団のトップチームの監督就任に伴い、各カテゴリーの監督も繰り上げ昇格され、フベニール B の監督に就任。 フベニール A の監督であったサンティアゴ・ソラーリの昇格に伴い、2016から2017シーズンより、フベニール A の監督に昇格。迎えた2016から2017シーズンは、タレントにも恵まれて、快進撃を見せ、UEFA ユースリーグは2年連続の4強に、終わったが、地域リーグ優勝。地域リーグの王者による、全国大会コパでカンペオネスフベニール優勝。 さらにコパデル・レイフ・フベニールでも優勝し、クラブ史上初の国内参観に導いた。2018年夏、グティ本人はトップチームの監督就任を望んでいたが、電撃辞任した次ダの後任はフレン・ロペテギに決まり、上位カテゴリーのカスティージャ監督のソラーリも留任したことから、現役時代の晩年を過ごしたベシクタシュ JK のオファーを受け、 同クラブのアシスタントコーチに就任した。ビセンテデルボスケには、グティに、ラウル・ゴンサレスほどの努力と、謙虚な気持ちがあったなら、サッカー史に残る選手となっていただろうと評された。ロナウドが、レアル・マドリードに移籍して一番驚かされた選手は、グティであったという。また、ルートファン・ミステルローイも、グティほど天才という言葉が似合う選手はいない。グティは本当にパスが上手であり。 スペイン代表に招集されないのはおかしいと発言している。この二人は何度もグッティのアシストから得点を決めた。愛車はポルシェで、側面には自身の背番号である14が入っている。趣味は時計のコレクション。またゴルフも趣味で、ハンデキャップは2009年時点で7である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。